FF14 ハウジングマニアのおねんねです。ツイッターもよろしくお願いします。ハッシュタグおねんねハウジングでつぶやいてください。今回はサンクレットのようなイケメンの部屋を作っていきます。 YouTube には可愛らしい感じのお部屋はとっても多いんですけれども、男っぽい部屋の動画は少ないので作ってみました。ダナランフローリングを使用します。天井照明はダナランペンダントランプにしてみます。ホールパーティションをこのように置きます。照明とぶつからないぐらいに置きます。こんな感じですね。ぶつからないぐらい、これはあくまで暫定的なものになります。こちらにもホールパーティションを置いていきます。こんな感じで斜めにするって感じですね。今回はマジックランドスケープフルムーンを2枚使いたいと思います。これが1枚目。ちょっと高い家具なんですけど、つくよみで取れる家具ですね。こんな感じで満月が交差するように置きます。一旦グルポチェックをします。グルポチェックについてはこの動画を参照してください。デラックスステージを出します。ストーンストーブを出します。こんな感じで置いていきます。ストーブを裏返してこんな感じで置いてみます。これも暫定的なものです。仮置きですね。トライアングルボールをこのように置きます。ラノシアンパーティションを置きます。位置調整などをしていきます。トライアングルウィンドウをこのように置きます。重ねるような感じですね。これでまたグルポチェックをしていきます。全体のバランスなどを見ていくっていうことですね。これでいいかなってこと確認します。これまだ全部仮置きなので、仮で形を決めているという状態です。今回は男性の部屋ということなので、あまり鮮やかな印象にはしません。世の中にはいろんなイケメンがいると思うんですけれども、今回は典型的な暗い色の男性の部屋をイメージしています。ちょっと今色はバラバラなのであまり綺麗じゃないと思うんですけれども、まあ、後でね綺麗になっていきます。まずストーンストーブとかホワイトパーティションとかデラックスステージを横に動かしますね。どかしていきます。浮かせをしていきますが、これは必ずしもやらなくていいと思います。必ずしもやらなくていいけど、やると綺麗ですっていう感じです。なのでトライしたい人だけやってください。あとでベッドを浮かせますが、ベッドは必ず浮かせないとダメです。お部屋が成立しないですね。ではステージパネルにウッドロフトを所持品からこのように下に敷きます。決定と同時にエスケープキーを押します。ちょっと浮きましたね。こんな感じで全体を浮かせていきます。一度に多くのものを浮かせるので、丁寧に確認しながら浮かせていきます。デラックスステージと高さが同じくらいになるようにします。デラックスステ
ージを置いてみます。さっきみたいな感じでね、置いていくっていうことですね。一応形の確認のためです。ではザナランベッドを置きます。こんな感じでここに置いて、横にデラックスステージを高さの計測用に置きます。さっきと同じやり方で、浮かせていきます。必ずザナランベッドじゃないとダメです。それ以外のベッドだとこの高さだと落ちてしまいます。ザナランベッドだけね、低い高さでも浮いてくれるので、浮かせたものを固定していきます。キャラクターコーフィングからスイッチのようなボタンを押し、マウスモードにします。回転モードで浮かせたものを回転させて固定します。こんな感じですね。この作業をしないと浮かせたものが落ちてしまいます。浮かせに関しては概要欄からこの動画を見てください。詳しくまとめてあります。では浮かせたものが落ちてこないかを一旦部屋の外に出て戻ってきて確認します。無事浮いていますね。ではまずデラックスステージをこのように動かします。戻してくるってことですね。ホワイトパーティションにインダイレクトウォールランプをつけます。これホワイトパーティションでなくても何らかのパーティションならいいと思います。高さは月と同じくらいがいいです。部屋の照度を一旦ゼロまで下げて光を見やすくします。ホワイトパーティションごと移動させてこのようにします。月明かりがこうベッドに差してる感じですね。作業しやすくするために部屋の照度を上げます。先ほどまで並べていたものたちをもう一度並べます。今回はね、何回も出しては戻し出しては戻しをしていくんですけど、それで作っていきます。でこちら側もトライアングルウォールを置いて、トライアングルウィンドウも置いていきます。ウッドロフトをこのように地面ギリギリに置きます。ステージパネルにくっつける形で地面ギリギリに置きます。ここに置いてこのウッドロフトを選択して台座に乗せる機能を無効にします。このように位置を決めたら、ウッドロフトだけを選択して台座に乗せる機能を無効にします。ウッドロフトを1回クリックしキャンセルします。ステージパネルだけをどけます。これでこんな感じになりましたね。次は階段をつけていきたいと思います。
先ほどウッドロフトを浮かせたのと全く同じ方法でウッドステップを浮かせます。こんな感じですね。台座に乗せる機能を無効にしてクリック、キャンセル。だいぶイケメンの部屋っぽくなってきました。ここでラノシアンフリーパーティションを出します。このパーティションには好きな壁紙を貼り付けることができます。今回はラフストーンインナーウォールを貼ります。イケメンが住んでそうな部屋って木の温かみがある部屋じゃない方がいいのかなと、少なくとも今回に関してはそういう感じかなと思って作っています。まあ、石造りの部屋、石造りの家の上の方とか屋根裏とか、ウルダハンアルモアールを置きます。これは軍票で交換できるやつだったと思います。ウルダハンベンチチェストを置きます。多分これも軍票ですね。不滅隊の人はすぐ手に入ると思います。スワックバランスカーテンなどを出します。ちょっと暗いので見づらいんですけれども、月明かりをどうやって見せるかっていうことを考えながらなので暗い状態でやっています。明るくするとこんな感じですね。ちょっとウッドハンドレールなどを置きます。うまく置けないときは近くに置いてからマウスで移動させるといいです。こんな感じでマウスで移動させてあげると乗っかりますね。複製された手すりに変えてみます。こっちの方がいいなって感じです。私的にはだいぶイケメンの部屋っぽくなってきたのではないでしょうか。この部屋のイケメンは一人住まいだという設定で作っていきます。ここにザナランデスクを置いて組み合わせるのもいいと思います。交易商人の木箱をこの辺に置いたりします。この辺りは自由です。こちら側をラノシアンパーティションで閉じていきます。入り口側ですね。斜めにパーティションを置いて部屋を閉じていきます。瓶などを床とかに置いたりすると男性の部屋っぽくなります。ちょっと乱雑というか女性的っていう感じではないかもしれないですよね。小物などで装飾をして染色したら完成です。53でした。少ないですね。ゲーム実況の裏側がわかる本を出版しました。 Kindle Unlimited で無料で読めます。説明欄を見てね。
このチャンネルでは他にもたくさんのハウジング例を紹介しています。チャンネル登録して一緒にハウジングを楽しみましょう。ではまたねー。